演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら照り焼きチキンと卵のサンドファミリーマートを食べたいと思います。なんか親子丼なの、親子サンドって感じですね。これ照り焼きチキン、いい響きですね。ハンバーガーよくあるのでサンドイッチにも合うのかな。では、やば、これ2つずつかと思ったらパン3つに2つに挟まってるんですね。ではちょっと肉厚な方からいただきます。あ、照り焼きの甘辛いタレの味と卵サラダの程よいマヨネーズの風味、この2つがうまく合わさって、お肉卵とともに親子丼とはまた違った親子のこのように質を出してる、とっても美味しかったですね。自分が見た時にお肉のようにムラがあったのがちょっと、仕方ない部分もあるのかもしれませんが、両方で分厚いお肉を楽しみたかったですね。というわけでこちらの点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいですね。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。